どうもファミリーレストランです。いらっしゃっせ。市町村長歌自慢町自慢、イエーイ。ということで今回は滋賀県草津市やってまいりました。はい、皆さん草津市はご存知なんでしょうかね。知ってあるかな、うん、草津はね、あのこれね、僕のビアコ T シャツなんですけど、これで言うとね、大体この辺かな。分かりにくいな。草津市の、 あの草津ブースターというね、そうなんです、あの大使をやらせていただきますのでね、非常に関わりのある市でございます、うん、そうですよね。橋川渡る市長です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。我々がスイマス芸人になった時から、うん、もうあれがだから13年前ですよ。はい、その時からもうずっと市長やってらっしゃいますもんね。ちょっと長くなりましたね。だいぶですよ。今で何年ですか。今で16年が経ったところです。うわ素晴らしい。ファミリーレストランさんは何年やってるんですか。芸歴ですか、芸歴は26年です。私は長い。いやいや先輩です。いやいや違う大先輩や。見てみろお前、分かるやろ、どう見ても大先輩やろ。ちょっと飲みを買ってきてくれる。やめとけよ。いや草津市にとってなんか今年はすごいなんか記念の年だというふうにお伺いしました。はい、一町五村が合併して草津市が誕生したのがね、うん、昭和29年の10月15日、それからちょうど今年が70周年目にあたります。70周年、はい、で当時の人口がね、32,152人だったんですが、でも覚えてるな。すごいな。いや今日のために覚えてる。はい、それからずっと人口は増え続けていましてね、でつい最近、14万人に達しました。うわすごい、めちゃくちゃ増えてますね。4.35 倍になった。わすごい。という、まあ、町です。あれだってこう住みやすい町ランキング、かなりこう関西でも上位に入ってましたよね。上位って1位ですよ。わお。さすが。関西で1位ですか。近畿でね、111の都市があるんですけども、その中で、はい、東洋経済新報社が出している住みよさランキングで1位だ。すごいよ。まあ、ファミリーレストランのお二人もね、もう引っ越しするなら草津に来ていただく。もう友達にもどんどん呼びかけてもらって、まだまだいろんな施策もしっかりとやっていきますので。なるほど。もうこの草津というと結構歴史的にもなんか結構ありますよね。ここはね、交通の要衝として発展を古代からしておりまして、で江戸時代には東海道と中山道が分岐合流する、まあ、唯一の宿場町として発展をしました、はい、うん、でまあ、その分岐合流するところには草津宿本陣というのが今も残っておりましてね、うん、でこれは現存する本陣の中ではもう最大規模のものです、うん、で宿町をめくっていきますとね、うん、これがね、忠臣蔵で有名な浅野匠の神と吉良上野介が相次いで泊まったと、うん、あら2人とも泊まってる、相次いで鉢合わせはしてませんけど、してんけど、まあ、うちの前ですけどね、うん、いやそれはうち入りだとなんかおかしになりますよ、話切腹の前ですけども、その泊まったいうことと、それから幕末ではね、新選組の土方歳三さんの甥っ子が泊まったという記録が残ってます。甥っ子さんが、甥っ子ね、甥っ子、甥っ子さんがね、ちょっと発音悪かった。もう市長悪くない。もうちょっと滑舌よ。お前が悪い。はい、他にもほら草津市でいうといろいろな名産いろいろ今ありますよね。草津ブランドでね、まあ認証をしてまして。うん、で野菜で6品、うん、まあ、農産物で6品、うん、そして工芸品とか特産品で9品、うん、ございます、うん、で、野菜で言うたら草津メロン、うん、僕草津メロン食べたことありますけど本当美味しい、甘いしね。であとね、アイサイナとか、はい、琵琶湖元気アスパラ、うん、から琵琶湖カラスマレンコン、うんうん、青花とかね、うんうん、そういうものがございますし、で特産品では乳母鴨があったり、それから焼き物では草津焼き、うん、それと氷炭がありますし、うん、まあ、あと地酒もですね、いろいろとあります、うんうん、まあ、そういったものが草津ブランドということで売り出してますし、あと草津というとやっぱりこう我々からすると年に一度大きな音楽イベント、うん、カラスマ半島であるじゃないですか。あれはまあすごい人ですね。ね、西川貴教さんが主催されている稲妻ロックフェス、はい、先ほどちらっとね、
この職員さんから聞いたんですけど、稲妻ロックフェスに、うんうん、もう一番出てんのが西川貴教さんと、はい、あと橋川市長らしい。でもアーティストですやん。いやいやいや、まあ、毎回出てるんですよね。いや毎回ってご挨拶にね、はい、呼ばれていますので、はい、ステージで、まあ、最初のご挨拶をするということで、うん、今年も9月ちょっとお楽しみにされてるんですか。いやそれね、出し物を何にしようかも。いや出し物で挨拶でしょ。いやいや、なんかやられたんですか今までなんか。いやいや挨拶した後はこれだけではね、はい、ちょっと目立たないなと、はい、もうちょっと盛り上げないかんなということでね、まあ、その後で、まあ、ちょっと帽子をね、ハットを、うん、この前だったら3つかぶってたんかな、うん、でこれを脱いでさっさっさっと投げると、かっこいいジュリーじゃないですか。いや、よう知ってはるね。いや、それはもう子供の頃見てましたから。あ、その子供の頃見てた。いや、まあまあ大人でしょ、その頃。それをやって、その後は今度は郷ひろみがやっていたジャケットを脱いで、はい、はい、うわ、かっこいい。ジャケットプレイをやると、おう、うん、いうのを、まあ、やってる。今年どうします。まあ、ファミリーレストランがやってある芸を一回教えてもらって。やめてください。ポカンとします。ドーンきますよ。いや、ポカン、本人が言ってもポカンやないから。やります。いや、やめて、やめて、やめて。あ、もうぜひ一緒に行きましょう、これまで。せーの、いらっしゃっせ。いらっしゃいませ。やめてた方がいいです。素敵です。完璧です。ポカンとされるんでやめてた方がいいです。完璧です。あと、その烏丸半島でニュースでも僕見ましたけど、うん、なんかすごいもんができるんでしょう。あ、ここはね、うん、まあ、皆さんサーフィンされますか。いや、僕はやらない。やらないんですけど、はい、あ、残念やな。サーフィンができる大きな人工のプールができます。あ、そうなの。サーフィンができるプール。サーフィンができるプール。波が立つんですか。うん、波が人工的に起こしてね、うん、へえ。で、その波も大きかったり小っちゃかったりするんで、はい、まあ、お二人のような素人の方でも、うん、まあ、ちょっとやってみようかというようなところのプールができます、うんうん、あ、そうなんですか、僕もそれニュースで拝見しましたけど、もう言うたら国内最大級の人工波のプールですよね。そうですね。で、プールというとね、うん、今建設中の、うん、大きなプールがもう一つございます、ね、はいはい、でこれ草津駅の西の方でございますけれども、うん、これは50メーターと25メーターと飛び込みの室内プールができます、はい、これ西日本最大級のプールで、うん、名前がね、愛称がインフロニア草津アクアティクスセンター。長いな。まあ、ちょっとなかなかこれ覚えるの大変なんですが。さすが覚えられてますね、はい、このプールができて、これ東京のアクアティクスセンターと並ぶ、ほう、大きなプールでございます。で、特徴が、大きな特徴がありましてね、うん、50メータープールが4つに仕切られて、うん、それぞれが可動床で、0メーターから3メーターまで水の深さを変えることができる、まあ、来年の国スポ小スポの水泳の会場はそのプールでやらせていただきます。うん、すごい。もうます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 なんかこう盛り上がっていく感じしますね。どんどん発展しますね。もうなんかプールの街になってきてね。ほんまですよね。僕たち草津ブースターズなんですよ、でも全然イベント呼ばれないんですよ。どうなってるんですかね。こんなんこんなんあってません。押しかけてきたらよろしいですか。いいんですか。僕たちが行かなあかんの。押しかけてきて。押しかけたら仕事もらえるんですか。いやいや、もう遊んでここでパフォーマンスしてもらうと。無料でやるんですか。それはちょっと考えさせてもらいます。ちょっと今度は歌自慢ということで、うん、まあ、歌声を披露していただきたいんですけども、はい、これは市長が歌っていただけるんですか。私ね、歌おうと思ったんですが、はい、そのコロナでね、うん、ずっとこう、まあ、カラオケの機会がなくてね、うん、ちょっともう、こう歌がね、非常にこう音程が狂うようになってきましてね、お、もうちょっと私の代理の人に歌ってもらいますわ。代理、どなたですか。いや、辻川副市長。お、副市長が、副市長に、うわ、これは楽しみでございます、ということで、はい、副市長の辻川明宏さんです。よろしくお願いします。お願いします。辻川です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今回歌自慢で登場ということで、今のお気持ちはどうですか。かなり緊張してます。何の歌を歌ってくださるんでしょう。花は咲くという歌を歌います。花は咲く、はい、うん、なぜこの歌を選ばれたんでしょう。東日本大震災の復興ソングとして、まあ、親しまれているんですけれども、まあ、今年元旦に
能登半島地震が起こりまして、いまだですね、被災地では避難所生活を送られている方もいらっしゃると聞いています。一日も早い復興復旧を願ってこの歌を歌いたいというふうに思います。わかりました。じゃあ気持ちを込めて歌っていただきたいと思います。はい、では早速副市長よろしくお願いします。よろしくお願いします。草津市に来てくださいね。待ってます。